気にせずに否定しないこと、認めることが大事なんですよ。今日もハッピー。こんにちは、高見です。風の時代になると考え方や価値観、社会のシステムなどがガラガラと崩れて、これまでとは全く変わったものになっていきます。そんな中でお金に対する考え方や働き方なんかも変わってくるから、今までと同じでいるとちょっとね、なんか働きにくいとかスムーズにいかないとか、放っておくと取り残されてしまうことも出てくるかなと思います。それでこの前、風の時代に愛される考え方について動画を撮ったんだけど、今日はさらに風の時代の波に乗ってお金に愛されるために磨いておきたいスキル3つ紹介します。それでは早速行ってみましょう。これまでの地の時代っていうのは上下関係とか組織とか縦の時代だったんだけど、これからは横の時代、個人が活躍する時代となっていきます。昔は学校を卒業したら就職してっていうのが普通の流れで、フリーランスとか起業する人ってすっごく少なかったし、フリーになるにしてもどこかの会社に勤めてそれから独立することが多かったけど、最近では在学中に起業したり、一度も就職せずに起業したりなんかも珍しくなくなってきてますよね。その流れはこれからも広がっていくのかなと思います。人が欲しいと思うものもすごく幅が広がり、多岐にわたってくる。すごいニッチなものとか変わったものとか面白いものとか普通に売ってないものとか、だから誰もが自分の好きなことや得意なこと、求められてることでお金を得ることができるようになっていくんですよね。ブランドとか見栄とかステータスとか、そういうこと以外のことに価値を感じる人、いいなって感じられる人が増えていくから、ハンドメイドの一点物とか、無名のクリエイターが作ったものとか、小さな会社のサービスとかでも社会の大多数がいいとするものがいいものだったのが、その人その人がいいなって思ったものがいいものになってくる。それに誰もが自分にしかできないこと、あなただからお願いしたいっていう種を持っているんですね。だからこれからは自分らしさが価値になるんですよね。自分らしく存在することや自分の好きなことで人に役に立つ、そんな風になってきます。風の時代の波に乗って愛されるために磨いておきたいスキル、一つ目は自分の棚卸しです。これはスキルというよりはやっておくことなんですが、もしね、今までの話を聞いて個で活躍する時代って言われても得意なことないし、お金をもらうこと私にはないって思っている人は聞いてほしいんですが、あなたにお願いしたいっていうこと、あなただからできることって必ず絶対に誰にでもあるんです。あなたにしかできないこと、そしてその種はあなたの中に必ずあります。だからね、あるという前提で自分にしかできないことがあると、あるんだって信じて自分の棚卸しをしてほしいんですよね。これまでの人生を振り返って、子供の時何が好きだったか、何をしている時に時間も忘れて夢中になったか、何が得意か、何を褒められてきたか、どんな仕事をしてきたか、よく頼まれることは何だろう、そんな風に自分に問いかけてみて棚卸しをしていくことで少しずつ明確になってきます。それでもね、私にはない、いらない、ない、得意なことは何もないっていう人はね、自分のいいところを受け入れられない病にかかっている可能性が高いです。本当はあるんだけど見えない、見えない、ないないないって見えなくなっちゃってるんですよね。この自分のいいところを受け入れられない病の人は、とにかく何か一ついいところを決める、暫定でいいんですよ。もう違ったら違ったで、これじゃなくてこっちだったって
て変えたらいいので、まず一つ決めることでね。その時によく起こるのが、あの人の方が得意だしとか、プロはもっとすごいとか、最上級の資格まで持ってないととか、だからこれじゃないよね、得意とは言えないよねって否定しちゃうこと。そうすると日本一や世界一を取った人しかダメになってしまうし、得意なことって自分では当たり前にできちゃうから、すごいことしてるって思えなくて気づかなくなっちゃうんですね。だから一番じゃなくても大丈夫です。気にせずに否定しないこと、認めることが大事なんですよ。あとね、友達に話した時に違うって言われたら恥ずかしいし、それなら得意なことないって言った方がいいって思う人は、もうね、友達に話さなかったらいいんですよ。それか自分の可能性を感じ取ってくれる人、それで認めたり受け入れたりできるような人を探した方がいいです。私これ好きかも、やってみたいかも、得意かもって思った時に、まず受け取って認めること。そうすることでだんだんと自分の好きなこと、得意なことを分かってくるようになってきます。続いて2つ目、 SNS で発信するです。 Facebook とか Twitter とかインスタとか、媒体は好きなものでいいのかなと思います。個人が活躍するということに加えて、つながりやネット情報なんかも風の時代の特徴になることから、人のつながりから情報が入ってきたり、仕事につながったり、オンライン化もより進んでいくと思います。なのでオンライン上に私はいますよっていうことを伝えるための発信が大事になってきます。それでさらに、何が好きでどんなことをしているのか、私ってこんな人ですっていうのを旗を立てておく、名刺とか看板みたいなものですね。私は猫が好きですとかね、私はアロマが好きですとか、私は野菜が好きなんです、なんでもいいんです。収入につながらなさそうとか、こういうの興味あるのかなとか、そういうのはもう全然気にしないで、まず自由に発信することがいいんです。慣れてきたら、与えるを意識して情報とか知識なんかをアップするのもいいですし、例えば YouTube のことを勉強し始めたら、せっかくだからと思って Twitter でコツとかノウハウを上げてたら、コンサルの依頼が来たりして慌てて商品を作っていく、そういう人だっていますし、どこで何につながるかわからないんですよね。そんな風にしていると、そこからさらに情報が入ってきたりするんですよね。すごいタイミングで友達がイベントを教えてくれたりとか、先生を紹介してくれたりとか、同じことが好きな人からコンタクトが来たり、あと今は検索結果とかから自分に興味ありそうな広告が表示されたりするじゃないですか。だから発信しておくと加速しますよ。宇宙も一緒ですよね。オーダーしないと宇宙さんが何を叶えていいかわからなくて何もできないのと同じだから、 SNS で私はこういうことが好きな人なんですっていうのを出しておくってことはすごく大事なんです。これってリアルも大事なんじゃないって思った方もいると思うんですよ。リアルでももちろん大事なんですけど、どっちもやった方がいいんですけど、これからはオンラインのウェイトも増す一方だから、 SNS あんまりやってないっていう人は必須かなって思います。そして最後の3つ目、ネットのスキルです。理解苦手、インターネットよくわからない、もう日本語で喋ってって思う人も中にはいるのかなって思うんですけど、すごくわかります。僕は比較的得意というか、基本的なところは大体大丈夫かなっていう感じなので、いや結構ね、いやよく聞かれましたよ。この書類をこのパソコンに入れるにはどうしたらいいと、とか、このパソコンのデータをあのパソコンに送るにはどうしたらいいと、とか、それこそ何年か前は Wi-Fi って何ですかって聞かれて、Wi-Fi? ああ、Wi-Fi! とか、いやそんなことありました。インターネットとかオンラインも風の時代を象徴するものなんですよね。今年は特にコロナで生活とか働き方とか変わらざるを得なくなって激変しましたけど、その流れはまだまだ続いて
定着していくのかなと思います。さまざまなことがネットで行われるようになっていくので、必然的にネットが使えないと物々のことができないっていうことが起こるようになってきます。なのでね、ネットスキルは抑えておきたいんですよね。それでね、ほんと何のこと言ってるかわからない、使い方がわからない、やり方がわからないっていう人が、劇的にネットスキルを上げる方法を紹介したいんですが、それはね、わからないと思ったら Google です。つまり Google で検索して調べるということなんですよ。それだけって思った人もいるとは思うんですけど、意外とね、初心者の人はね、あんまり選択肢に調べるってなかったりするんですよね。それでもうわかんないってやめちゃったりすることが多いんですよね。ネットでわからないって、自転車の乗り方とか車の運転とかと似てて、一回覚えたらすごく簡単なことが多いんですよ。最初はね、意味がわからないんだけど、わかったら意外と簡単だったみたいな。そしてね、類似サービスとか類似のツールとかもだいたい同じ仕組みだったりするので、感覚的に分かるようになるんですよね。やっぱり最初の慣れるまでがハードルが高いんですよね。今って大体のやり方って検索したら出てくるので、調べて理解してやってみるっていうことを繰り返していくと、ネットのスキルも上がるし、他の問題が起きた時に調べてみようって困りにくくなるんですよね。あとは得意な人に聞いてみるのもいいです。その時もいきなり聞くと、なぜ調べたらすぐに分かることを聞くんだって思うようなこともあるかもしれないから、一回調べてみて、それでも分からなかったら聞くといいですよ。そうすると相手も嫌な気持ちにならないし、自分も調べる力がつくから、困ったらまず検索する癖をつける、それだけでもネットスキルはかなり上がります。というわけで、今日は風の時代の波に乗ってお金に愛されるための磨いておきたいスキル3つ紹介しました。いかがだったでしょうか。簡単なことでいいので、まずやってみてくださいね。今日の動画がいいなと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。それでは明日も動画でお会いしましょう。明日もハッピー。